大乗官僧とは、律令制において、大乗官から天皇に僧状を行うこと、あるいはその文章を指す。単に官僧とも呼ばれるが、後には、諸国から出された、地方行政に関する要請を、大乗官から天皇に僧状することを、官僧と称するようになった。養老律令公式令によれば、論僧、僧児、貧僧の三種類が存在した。論僧とは、 国家祭祀、国軍や、官司の設置、廃止、流罪や除名以上の処分の執行、兵馬百匹以上の差発など、大乗官において、大臣以下によって発議あるいは審議される、重要事項に関する創上で、書式上においては、大乗官、金創そのことと書き出し、続いて、大乗大臣以下の、各大臣、大納言羅閣議政官が連署してその次に総文を、 核という大上官に生官の相違による相乗の形式を取り、再化された場合には、年月日の次に、文あるいは、かという語がを加えた。相辞とは、各監視や諸国で決定されて、会として大上官に挙げられた事項を相乗することである。大上官は、会の内容に意見を伏す場合もあるが、基本的には、大上官、金相の後に、 会の記述がそのまま総文として記載され、最後に犠牲官の署名で締められる。そのため、会がほぼそのまま天皇に創上されることとなる。貧僧とは、宮中における雑事など、日常の細かな事項に関して、小納言から天皇に創上することである。書式も簡略で、大上官僧と書き出し、初留めが、金僧で終わる。論僧。 宗児の宗官は大納言が務めることが通例であり、宗文の書留が金もっさる金宗にて終わることになっていた。宗児、秉宗が採火された場合には、宗状を行った宗官が宝直位相と書き加えて古がの代わりとする。なお、秉宗が採火されない場合には、宗官である小納言が直処分と記した。採火されたものは、 通常は大乗官僧としてそのまま施行されたが、新たに弁官によって大乗官府が作成されて、そこに大乗官僧本文を添付して施行する場合もあった。平安時代前期、摂官政治が導入された旧世紀後半頃から、諸国からの上申文書を大乗官が創造する行為を単に官僧と呼ぶようになった。その由来については、 本来の形式である僧事を簡略化して成立したとする説と公式例によらない略式の僧上が公式化したものとする見方がある。清涼殿もしくは四神殿に出御した天皇に対して大上官の式寺行業が総分を僧上して天皇の直裁を受けた。古くは中納号以上の苦業であれば感想を行い得たが、大五天皇以後には戦時によって指名された。 大納言以上の特定の苦行が、乾燥工事者とも称される、色苦行としてもっぱらこれを行うようになり、大臣といえども、天皇の戦時を受けない限りは、乾燥を行い得なかった。官政あるいは尋常に際して、乾燥が行われた。まず、神座において、僧文を色苦行が確認した後にしに、これを持たせて散大させ、続いて、色苦行も散大する。 宮中の社上で改めて死から相文を受け取った後に、天皇の御前で文図に挟んだ相文を立て祭る。天皇はすべての相文を確認した後に一旦式軸行に返却する。式軸行は改めて一通ずつ読み上げ、天皇はその一つ一つに採下を与えるか否か、あるいは洗礼を勘もさせるかを直裁した。終了後、 式軸行は社上で死に三大寺とは逆に総文を預けて神座に戻り、改めて死から受け取った総文を確認の後に、直災の結果を告げながら一通ずつ死に下す。文は総文を受理して退出後に、直災の結果を書いたものを倉人に付して送し、また、式軸行や代弁に進めた。なお、摂政が置かれている際には、摂政が天皇に代わって、自家路、または、 里大において、総文を見、関白が置かれている際には、天皇への創上の前に、関白の内乱を経た。感想の内容は、俯瞰つくらでにや、不動草会用など、地方行政において、中央の判断を仰ぐ、必要のある重要な申請を中心に、数通から十通が直載にかけられた。だが、次第に、儀礼的なものとなり、重要性が低下していった。それでも、 地木と並んで天皇の体験行為の象徴として扱われ、かつてのような諸国よりの重要な申請に関する感想も稀に行われた。昭和4年に三条天皇の眼病悪化に伴う藤原道長の準接生就任のきっかけは、天皇の眼病による感想の中断による地方行政の停滞に国士たちが動揺したのがきっかけであったとされている。 平安貴族にとって、夕食古日や作法に則っ,って、儀式やく事を滞りなく務めることは重要視され、特に天皇の御前で行われる、即意式や感想、設営などの儀式における参死者の振る舞いは注目された。特に内装の式塾行や、設営の内弁の行動の整備はその後の本人の政治的立場にも影響を与え、それは他の貴族にとっても人事ではなかった。 そのため、感想が行われるときには、感想に関わらない、大臣以下の苦行、官人なども、儀式の妨げにならない物陰から、その様子を見物して、後日の参考とすることも珍しくはなかった。賢み賢み申したまうことを聞こしめせとかし込み申す、と読む。末松剛、し、宮廷日式における苦行の、見物。 平安宮廷の儀礼文化 ISBN 978から4から642024754所集。ありがとうございます。